スタプリゲーム実況、イエーイ。今回はですね、あの最新作のポケモンでゲーム実況やっていくわけなんですが、今回ね、ゲーム実況というよりかは、僕とある企画を持っていきました。持ってきましたよ。なんだなんだなんだ。何題して、ストプリポケモンわらしべ長者。おー、 おー、ということで皆さん、わらしべ長者というものをご存知でしょうか。なんか交換こうしていくやつだよね、確かね。そうなんよ。イメージあるな。そうそう、ポケモンを交換してって、最終的にはまあいいものにしようみたいなね。最初はまあ普通のポケモンからどん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 とメンバーが交代してって、最終的にいいポケモンが来るということで、まあね、結果的には僕がいいポケモンをいただくっていう企画なんですね。なるほどね。いや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 、まあ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 、はいはいはい、でも僕もめっちゃいいの用意したから。え、なんだろう、確かに4人しかいないから、うんうん、やっぱ最初からある程度のものをくれないといいもので返ってこないよね。まあ、そうだね。そう、喜んでくれないからね。そこは、うん、それはある。まあ僕はじゃあ先に、じゃあ、あのさ、君たちさ、あのね、ちょっと重ならないでもらえます？バイクに。一心同体なんよ。じゃあ被んない。なんだったらさ、前から思ってたんだけど、ルート君に関しては見えないのよ。なんかわかんない。透明人間のゴーストタイプになってるよ。僕から見て。全然、おー、やめろ、閉じんな閉じんな。未来の閉じたらもう見れなくなっちゃうから。乗ってないと見えないんだ。乗ってないと見えない。じゃあということで、僕ハードルも上げちゃっていい、最初から。え、なに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 、最初から出すポケモン。それ上げたら絶対もう返さないからね。いやいやいや、だからそれ以上のものを出してもらわないと、やっぱり、わらしべ長者なんで。次誰、それ誰がもらうの、それ。やってる度合い的に言ったら、さとみくん、にいぬくん、まあルートくんはプレイ時間30分とかでしょ、たぶん。そうだね。え、怖いわそれ、嫌だわ。ルートに、ルートにあげるぐらいの気持ちでしょ、だから。そう、僕最後でいいんじゃない、そしたら。最初の方が良くないだって。いや、僕もね、あの自信のあるポケモン。え、いるんだ。どうなの、実は。え、色違いとかかな、もしかしたらあるかもね。まあまあまあ、序盤の旅で最初に捕まえたポケモンでめっちゃいいの手に入れた。じゃあ僕最初に、全然喜んでくれると思う、本当に。本当に最初にじゃあ行っちゃっていいですか。最初のじゃあ、僕のポケモン手持ちから出したいと思います。じゃあ俺がコロンから俺がもらうわ、はい、何くるんだ最初。これどうやって交換すればいいんだ。ポケポータル開いて、で通信交換か。うん、来た、公開で見つかった。じゃあ僕選んじゃっていいですか。はい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 、僕発表しちゃえば、それで書いていいから、もうポケモンを。なるほど。はい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 、はい、コロちゃんのを見て、それよりいいやつをさとみくんが出すってことだもんね。うん、俺今ドンメルレベル18選んでるよ。やめろ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 。違う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 。じゃあ僕は、僕も言います。僕は色違いのちょっとギャラドスちゃんをプレゼントしようかなっていうね。それ以上ないぞ。ちょっとこれ以上欲しいな、やっぱり。どうすんだよそれ。さとみくん大好きだからね、ギャラドス、ね、マジ。あ、いやちょっと今ね、俺じゃ、いやじゃあガチ、ガチなやつで、うちは2択で迷ってて、いいっすか、じゃあ安牌なところで申し訳ないけど。なになになに、なんだろう、楽しみだな。え、ギャラの上だよ、どうしたらいいの。やっぱ、あ、僕見てた、まあ、これ返してやろうかなと。ヌメルゴンの飼い主のもとに。え、あ、僕も色違いヌメルゴンです。ヌメゴロンです。なんだろう、ヌメゴロン、飼い主のもとに、本人のもとへ、本人のもとへ。おかえり、同じ色違い同士、同じ色違い同士だったらね。ヌメゴロン、ちょっとこれはいいんじゃない。めっちゃいいわ。おいおい、ハードル上げすぎだって。いや、いいね。どうしよう、無理だよ、色違い。赤ゲラ、これレベル何本なの今。これこれちなみに今35だね、うん、僕のストーリー的にも。俺のヌメゴロン70だよ。ここから育てていただけたら70もすんの、すごい。70レベル、逆に言うこと聞かないまである。戻ってきたヌメゴロン。やった、赤ゲラ来た。おいおいおい、やったぜ。どうしてくれんの、やめてくれ、最初にいい交換すんの。めちゃめちゃ可愛い。違うじゃん。さあ、ここからヌメゴロンから、ヌメゴロンからどうなるかと言いますと、
これハードル上がってるよ。やおもろいなこれ。マジかよ。あーギャラ出た。次リーヌくんかな。そしたらやすごい、もうない、俺色違い持ってないぞ。あすごい、どうしようどうしよう。いいの来るかな、いいの来るかな。いやだってヌメゴロウでしょ。ギャラドスめっちゃかわいい。これヌメゴロウ渡すのは元に戻ってきたのに。なんで、いやもう俺もうそんなこいつしかないよ。もう俺何あげたの。思い出全部渡すしかねえよ。いやいいの欲しいなぁ。これマッサイ、僕持ってるってこれ。俺の御三家あげるからよ。御三家、俺の御三家渡すからよ。御三家やね。双子として育ててくれよこいつを。いや2体増えてもコロンもあれなのか、ニャンオハか。え、ちょっと待って待って待って、え、これだんだんちょっとえね、低くなってないか。いや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 、僕は赤ギャラだよ。だっていや、だからあ、思い出を全部あげたんだよね、リーヌは。そうだよそうだよ、だって一番最初のポケモンだよ。一番最初に出会った友を捧げたんだよね。そうだよ。そう考えたら重いな。でもわらしめ少女ってそういうものだからね、うん、やっぱりコロン考えてみろよ。幼稚園からずっと一緒だった幼馴染を大人になってから誰かに渡したんだぞ。僕もギャラ一緒に育ててな。ああ俺の子が、あ体の半身を削られるような気持ちだ。本当かよ。おいなんかどん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 下がってる気がするんだけど。いやおいマジかよ。おかしいて。よろしくな、ヌメゴロン。思い出の。いいな、ヌメゴロン。じゃあこれ最後、ルートくん？不安でしかないんだけど、はい、これよりもいいのだよ、ルートくん。あ、任せてください、任せてください。あの、逆わらしべになってるから、今のところ多分だけど。僕も思い出勝負。かわいい。思い出勝負。ヌメルゴン、かわいい。ちなみにどんな思い出があるの、ルートくんは。その、交換する子に。僕が一目惚れした相手。一目惚れした相手差し出すのエグくない？ポケモン人生のねえ、やばいよね。一番最初で一目惚れした相手です。マジ？ポケモン人生で、しかもおまけつけとく。おまけつけとく。お前のポケモン人生めっちゃ短いから。コロちゃんに役立つおまけつけ。じゃあ出すね。うん、おい、ふざけんなよ。おい、コッキムシ届いてきたんだけど。おい、どうすんだよこれ。あげねえよ。ダメだ、わらしめ、僕の一目惚れした相手だよ。お前、最初の野原で出会ったやつじゃねえかよこれ。ちなみにレベルなんだよこいつ。8だよ。よこしてくんなよ。しかも、あの、眠気覚ましも出してます。いや、いらない。一生寝てろお前。ふざけやがって。やったね。やったマスカ。え、いいんですかこれ。返せポケモン。僕のコッキムシになって、僕の赤ギャラからコッキムシになってるって。赤ギャラがコッキムシになることあるんだ。ふざけんなよ。返せ僕の。今出すわ、じゃあコッキムシ。ちょ見てて見てて。ないお前、ふざけんな。お前さ、めっちゃふざけんなって。あー、僕の一目惚れした相手だ。かわいいね。一目惚れしてる。あいつがこうなったのか。まずこれバトルしよう、コロちゃん。バトルしよう、バトルしよう。バトルしようじゃねえだろ。おい、寝てる寝てる。こいつ眠気覚まし持ってるくせに寝てんだけど。ふざけんなよ。お前が一番寝んなや。これコロンからもらった赤ギャラダス、どうしよう。これ刺身にしようかな。刺身にすんな。これ大事に育てる。刺身にす。いやいや、名前刺身にしようよ、ね、そいつ。やめろ。名前変えんなよ絶対。刺身にすんなよ。マグロにしよう。マグロ丼じゃねえんだよ。じゃあありがとうね、マグロ持ってくれ。こいのに、こいのに、こいのに、いかないで、いかないで。いや、もうこやり直し、やり直し。違う。ありがとう。帰ってくん。帰るな、帰るな。やったー。じゃあ、コロちゃんも、じゃあね、ヌメルゴマいただいてくる、ね、いやいや、それ僕のヌメコロンって書いてあるし、なんだったら。じゃあな。おい、走んな。あばよ、また会おうぜ。コッキムシは食うんじゃねえよ。ちょっと可愛らしいけど。僕が頑張って育てるな、お前のこと。頑張ろうぜ。あちょっと喜んでる、喜んでる。頑張ろうって言ってる。なんか愛着芽生えてるんだよ。だから、おい、寝るな。